はい、本日のバラはこちらのカリプソ2号です。すごく賑やかに咲いてますね。でカリプソは結構花持ちはあまりしないです。それから下の方の葉っぱが黄色くなって落葉をよくしがちな感じです。この子も咲く直前にあの内側の方の葉っぱが黄色くなって落ちちゃいました。それからこちらのカリプソも今よく咲いてくれてるんですけれども、お花持ちがあまり良くないので多分明日には散っちゃうと思うので、いい香りがしますよ。今年の春枝枯れでちっちゃく短くなっちゃったんですけれども、花瓶に生けてあるみたいな感じで可愛いです。この子は本当にお花が咲いたと思ったら次の日には散っていっちゃう感じなので、もう気温が高くなると余計そうなんですね。なのでちょっと早朝ですけども開いていたので撮ってみました。お花を近づけると香りがわかりますよ。で、花数がたくさんで咲いてくれるので株全体から香りが漂ってくる感じがします。全体像としてはうちのはこんな感じになってます。で、枝を伸ばして誘引してあげたりとかいろいろ楽しめる子だと思います。で、うちでよくあるあるなんですけれども、この子も横張りになっちゃってて、で今こっちのお花がない方、これ昨日までにお花がだいたい終わっちゃいました。で、これからまだまだ夏なんですけれども、秋にはもっとしっとりしたような咲き方をするので、そちらもご紹介できたらなと思ってます。はい、こちらはゲーテローズです。とりあえず1輪しか咲きませんでした。お花を近づけるといい香りがします。中高の上ぐらいですかね。全体像としてはこんな感じで6号鉢です。横に先日ご紹介したゴスペルを持ってきてみました。こちらがゴスペルで、こちらがゲーテローズ。お花の大きさとか形はよく似てるんですけれども、ゴスペルの方が赤っぽいですね。肉眼で見てもそんな感じです。この子たちは多分2017年かな、赤バラが気になっていた年なんだと思います。一緒の年に買ったと思います。で、この子たちと一緒にお迎えした赤バラ、もう一つローズデキャトルバンっていうのがあって、そちらの子はものすごく遅咲きで、しかも毎回ブラインドなんですよね。なので今まだつぼみさえできてないんですけれども、その子がローズデキャトルバンが一番気に入って、ローズデキャトルバンの方を私はリピートしました。でもそれぞれの品種のバラもコンディションによって全然咲き方違ったりとかもしてきますし、こちらのゴスペルもなんか今年は小さい気がするなと思ったら普
通にいつものサイズに先進んだらなってますし、毎回どんな風に咲いてくれるか楽しみですよね。なんかグリーンのバランスも見ると、ゴスペルの方が好みかもしれません。はい、そしてこちらは川本純子先生の娘さんの川本真希子先生のクロッシェです。この子もなかなか咲かせ、うまく咲かせられなくて、今年はなんとなく、まあ、写真と同じような感じになりそうかなっていう思ってます。で、この子もものすごくゆっくり開いてくる子で、もうかなりつぼみこの状態でだいぶいます。お花持ちがいいってことなんだと思いますよね。このつぼみも美しくないですか。このグリーンがたまりません。もういつも香りのバラを追い求めてるんですけれども、香りのバラばかりだとすぐお花がなくなっちゃいますよね。すぐ散っちゃうので、だからこういったもうお花をゆっくり楽しめる子は本当に貴重です。今までは全くうまく咲かせることができなかったので、今年も雨に当てちゃって花びらにシミができてたりもしますけれども、もう満足です。私はすっごくこの子大好きになりました。つぼみができ始めてきたら、軒下で管理できたらしてあげたらずっと楽しめると思います。で、お花持ちがすごくいいのに香りもわかりますよ。あの花を近づけると、なんだろう、バラの香りっていうよりもノスタルジックな香りがします。この香りのお花は初めてです。全体像としてはこんな感じで、この子も欲張りになってます。まだまだつぼみもたくさんありますので、これからゆっくり楽しもうと思います。つぼみだけでも鑑賞価値ありますよね。かわいいです。で、こちらは2年ぶりぐらいに今年咲かせられたバラ、ビエルーです。ビエルーって恋文っていう意味なんですよね。ピンクの薄い絞りが入っています。香りはお花を近づけてなんとなく感じるくらいですかね。全体像としてはこんな感じというか、枝枯れがひどいです。今年咲かせちゃったけど、なんか枯れそうな気がします。この子は3年ぐらい前に眼種ができちゃったんですよね。それでもうダメかなと思っていたら、2年前にこの立派なベーサルシュートが上がってきたので、あ、助かったかなって思ってたんですけれども、こちらももう今年はかなり傷んじゃってますね。上の方は枯れ込んでます。
ちょっとかわいそうなので早めに切り戻してまたお休みさせようと思います。はい、本日ご紹介したバラを集めてみました。